どうもトズルです。はい、今日もドラクエビルダーズやっていきたいと思います。さあ皆さん、お待ちかねの水飲み場が完成いたしました。どうですか、なかなか悪くないでしょ自分で言うのもなんだけど、まあ前よりはね、前の建築物よりは、いい感じになってきたんじゃないかなというところです。ちょっと話しかけてみましょうケイシー、おお、ありがとう。立派な水飲み場ができたじゃないか。病気で死んだじいちゃんがよく言ってた、健康な体を作るには美味しい水が一番だって。ここの水はまるでボストロールの耳の裏側みたいなえげつない匂いだったけど、これでこの辺の腐った水を飲まなくて良くなるわけだね。それ飲んでたんだ水は道具を使って汲めば患者に飲ませられるし、きっと料理にも使えるよ。水を汲むための道具はビルダーのあんたなら思いつくんじゃない。お、ヤシの原木をいただきました。思いつくかな。あ、思いついた。木のバケツ、おお、これで美味しい水を患者さんに与えることができる。ちょっとじゃあ早速作りましょうかね。あ、そういえばね、大倉庫とね、あの倉庫をゲットできました。これをゲットすることですごくね、あのいろいろいいんですよね。何がいいかって、外で持ち物がいっぱいになったとしても、あのこれを使って飲ませることができるんでね。汲む、水をゲットした。あ、敵来てる。うわー、でけでけでけ。最近ね、ちょっと強めの敵が拠点に現れるんだよな。オッケー、ちょっと縄文をそろそろ作らないとですね。で、水をって言ってる人に水を使います。オッケー、あと満月玉、満月丸か、満月丸と、うわーって言ってる。あの野郎騙したなって言って、どうしたんだろうこのうわーって言ってる人。ちょっとわかんないな。まあ、とりあえず夜になったんで寝ます。いや、大倉庫できたのはかなりでかいですね。あの木材と毛皮をね、使って大倉庫ができました。さあこれで、さあ今日はですね、釣竿とかいろいろやっていきましょうかね。あと麻痺の森にいるなんとかを倒せ、なんだったっけ、病原体じゃないな、感染源をなんとかって言ってたんで、とりあえずね、青の扉の先を探検していこうと思います。今後もね、外でも、この倉庫をいじることができるんで、もうこれはかなり、いいですねこれはもうかなりいいですねっていうか、やっぱね、いちいち拠点に戻らないといけないのはすごいストレスなんで。さあ目的地は三つ間っちか、行こう。ここはもう普通に渡らずに橋作っていった方がいいのかな。どうなんだろう、どこら辺にあるんだろう。向こうにあってんな。さすがにここをずっと橋かけていくのはすごい苦労なんで、ちょっとこのままこう行きますか。あ、腹が減った、腹が減ったけど、さすがにここまで常備してないか。いやー、どうしようかな。調理具とか作っちゃう。ここで、ほらここでいきなり作っちゃおう。あるかな、調理、これか。太い枝が足りない、太い枝をちょっと調達しましょう。調理具から作るっていうね、これがビルダーです。ああ、大きい槌が壊れてしまった。やばい、腹が減ってため攻撃がなかなかできない。 OK、 これでやばい、レンガ用竹作れますね。よし、ここで作っちゃおう。おお、いっぱいできますね。苦きのこ焼きとか、あと目玉焼きも作れる。とりあえずこの苦きのこがね、すごいいいんですよね。 20% 回復できるんで。よし、 OK、 これをむしゃむしゃと食べて、あと目玉焼き、 OK、 いきましょうかね。レッツゴー。おお、何あのはしごはしごあるよ、はしご。あのはしご取りたいっすよね、これ。村に欲しい、すごく。でもここはしごがないとすごいやりづらくなるからな。あ、あそこになんかある。お、初めての砂利石、石通て、当てるとダメージが出る。うわ、すごい、ここなんか楽園みたい。よっしゃ、どんどん取っていこう。うわ、すごい。あー、体がしびれた。え、なんで今なんでしびれた。あー、ここだ。
何これ、しびれそうか、もしかして。しびれそうがおる。おお、すげえ。あのモンスター強そう。さっき街を襲ってきたやつな。このしびれそう、すごいすごい厄介だな、こいつ。あ、強い結構これ。あ、いた。あ、しびれる、しびれる、しびれる。やばいやばい。一回食らったらちょっとしびれ続けるのかな、不便だな。 OK、 怪我をゲット。このしびれそうすごい厄介。え、今人、下に人が。この下に不届きな人間を閉じ込めた。森に入った罰としてここから出すなってそんなことがあるのか。ちょっと待って、じゃあここに下にいるやつを助けてやろう。ここら辺もっと下かな。もっと下っぽいな、なんかかなり下っぽい。え、これ下どうやって掘るんだろう。下を掘るって難しいな。いや、まだ下だな、だいぶどこまで下に閉じ込められてんだ。ちょっと待ってよ、あの声の高さのとこまで行く必要があるの。あ、いかにもなツタがありましたね。あ、いった、すごい痛い。ここら辺かな。あ、声がしなくなった。大木槌が壊れてしまった。あ、マジか、大木槌が壊れてしまった。どうしよう。大木槌は持ってないのかな、装備。あ、大木槌あった、よかった。あれ、あー、いてててててここに、あ、いてて、めっちゃしびれる、めっちゃしびれる話す。あ、あんた、なんだってこんなとこに。お、おいらはザッ、ザッコ、ザッコ。この花、やばい。この花、やっぱ、やばいですね。これ、敵と戦ってる間に、読む。この先、抜け道あり。自らの手で道、抜け道あり。抜け道あり。ちょっと置いとこう。この先、抜け道あり。うわ、ドアップだ。木がドアップ。何も見えねえ。抜け道ってどういうことだろう。こういうこと。この先抜け道ありって別に抜け道でも何でもないっていうね自分で進むんだったら抜け道でも何でもない。あ、ここか。よし、とりあえず抜け道を掘った。よしよしよし、担ぐ。このしびれそうみたいなやつやばいっすね。どういこう。痛い痛い。ああ、落ちてしまった病人とともに。これちょっと厳しいよ。あ、こういうことか。よいしょ、しびれまくってるけど。オッケーオッケーオッケー。なんとかちょっと連れて帰りましょうか。あ、ってかキメラの翼使えばいいんじゃない。あ、アイテム使えないのか。そうか、担いでるときアイテム使えないんだった。思い出した。じゃあさっきの抜け道はこういうとこで役立つんですね。確かにアイテムも使えない、武器も使えないってなると崖の上を登るのはすごいめんどくさいから、さっきのやっぱ抜け道は大事だったんだ。 OK、 とりあえず戻ってきた。この担ぐシステム結構めんどくさいですね。キメラの翼で適当にできないっていうところが考えられてますね考えられてますね。さあ、あ、ベッドが足りない。ここにとりあえず寝かせといてベッドを作ろう。ベッドが足りないぞ。さあ、ベッドベッドベッド。私たちは寝てるのわらのあれなのに病人だけ木のベッドっていうね。 OK。 さあ、このまだしびれてるのはすごいですね、あの花の効力。よし、ここでいいかな。お、大きな病室になった。より多くの、病人を治療することができる。よしよし、これで4人寝かしときましょうかね。イワシの炭焼きをって言ってる。イワシの炭焼きとか持ってねえよ。あ、みんな集まってきた。すごい、病人が4人ともすごい苦しそうにしてるのにみんな拍手してるみんなめっちゃ喜んでる。どういうことだ、どうなってるんだこの村は。まあいいや、とりあえずじゃあ、あ、もう夜か。夜なんで一回寝ます。体力もないし。めっちゃ今喜んでましたね、みんな。さあ、OK。朝になりまして、あ、ここ、わらのベッド6個することによって、なんか宿屋みたいにならないかな。前回のメルキドではですね、わらの、
なんかね、藁のやつと、これ藁ベッドを6個と、あとね、なんか、なんだったっけ、看板みたいなやつ。看板あったっけ、看板ありますよね、確かどっかに。あれないな。あったあったあった、今あった。これこれこれ。宿屋の壁掛けがあれば、看板ができるんですよね。確か染めるやつはここに、これか。あ、赤い油と石炭がいる。石炭がゲットできたらね、作るの忘れないようにしておきたいと思います。じゃあもう一回、行ってみましょう。とりあえず、麻痺の森。麻痺って、私、毒よりも全然怖くないと思ってたけど、案外厄介ですね。あんなとこに抜け道発見。あれ、すごいですね。遠くから見たらすごい、抜け道めちゃくちゃ黒い。まあいいや。とりあえず戻りましょう、あそこに。さあ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 、一応今ね、命の木の実が2つストックあるんで、結構やばく、あ、石炭あれじゃない、発見、早くも発見。さっき全然気づかなかったけど、やっぱ意識してみると全然わかりますね。これ石炭でしょ、どう見ても。どうだ、ほら、 OK、 石炭ゲット。じゃあ後で帰った時に、あの看板を作って、あそこを宿屋にしよう。宿屋にするとなんか村人の体力が20% アップするんですよね。なんで拠点を狙うモンスターが現れた時とか、ボス戦、あー、しびれた。このしびれそうはやばい。結構苦手。木を集めつつ、ちょっとね、私今考えてるのが木の家にしたいんですよね。無理かな、さすがに無理かな。ちょっと木を重点的に集め、 OK。 あそこの上になんかありそうだ。まあいいや。お、なんか藁の家、ここで寝ろってことかな。あー、しびれる。こいつをちょっとやっつけよう。開いた、開いた。こいつ高台から、あー、やべやべ、しびれる。あー、しびれる。オッケーオッケーオッケー。こいつ高さを利用してうまく戦ってきたな。ここをこうして、あ、間違えた。あー、しびれるな。ここ部屋作っときましょうかね、夜も眠れるように。 OK、 部屋完成。ここに導きの玉を置いとくと、ここに戻ってこれそう。アルガルド、これ何、できてと書かれた本が置いてある。本を読みますか。はい。あ、こんなおぞましい場所があのリムルダールにあるとは信じたくない。なんだなんだ。リムルダールは、ごめんなさい、リムルダールはかつて清らかな、湖に浮かぶ、それはそれは美しい島だったはずだ。それが今やどうであろう。草木は枯れ、湖は毒の沼となり、空気は淀んでいる。そしてわずかずつであるが、住民たちの間に得体の知れない病が広がり始めているというのだ。リブルダールの人々は今残されたわずかな力で懸命に病と戦っている。しかし人間が完全に物を作る力を失えば、病に抗うことすら難しくなるだろう。そしてやがて人間は自分たちに、病と戦う力があったことすら忘れちまうんだろう。これ昔書かれたやつかな。おう、人間が物を作る力を失うことがこれまで悲劇的なものだったとは。私はこのリムルダールとの、人々のリムルダールの人々を見たときほど竜王への恐れと怒りを感じたことはない。わずかでもこの地で、病と戦う人々の力になりたいと思う気持ちもあるが、私には自分で自分に課した使命が、役割が、責務があるのだ。私はこのリムルダールを後にし、次はここから来たマイラの地へ足を運ぶとする。メルキドの冒険だ。ガンダル出た。ガンダルいろんなとこに出てきますね。こいつ賢者の一人かな、もしかしたら。さっきなんか賢者が何とかって言ってたけど、さあさあさあ、どこに行けばいいんだろう。目的地こっちとこっちになってますね。とりあえずこっち行ってみますか。あ、なんかある。読む。この先麻痺の森。あ、麻痺の森か。うわー、麻痺の花がめっちゃある。とりあえずあっち行きますか。よいしょ、行って。ここ痛いな。お、なんか、おお、いた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 。これ絶対釣り名人だろ。釣りがいいなってだってコメントしてるもん。え、モンスター、まさか。ちょっと釣り名人の椅子をいただいて。おお、人間じゃねえか。ひでえ顔色だけど、お前もやっぱり病気なのか。のんきだな、こいつ。何、これが生まれつきの顔色だ。緑色の顔のやつに言われたくないだって。最もなツッコミですね。
はははお前面白いやつだな、そんで俺に何か用か。こいつ釣り竿じゃなくて弓持ってるけど大丈夫かな。へえ、リリパッドの里に住む釣り名人を探してんのか。間違いねえ、それは俺のことだな。人じゃねえが俺が、この里の釣り名人だ。よし、わかった。失礼なこと言ったわびに俺が釣り竿の作り方を教えてやる。けど一つ頼まれてくれねえか。俺は今ちょっくら困ってんだ。なんだなんだ。実はこの間すげえ大物を釣り上げて、この釣りん釣り場の壁を壊しちまってな。壁に穴があると仕事をサボって釣りしてんのが仲間にバレる。穴を埋めて壁を修理してくれ。お安い御用だよ。それぐらいお安い御用ですね。仲間に黙って釣りして釣り名人になったんだ。こいつ大概なやつだな。よいしょ。よし、これで君のプライバシーは守られる。え、まだ上もか、上もか。これ超引きこもりみたいになるけど大丈夫。え、これで OK なんじゃないの。何、まだか。あ、ここか、ここが後ろから見えないとこだった。これをここか。あれ、いけない。よし、 OK、 リリパッドの頼みを達成した。よいしょ。あ、上がれない、上がれない。よいしょ。よし、おお、いい感じじゃねえか。本当にこれ出れないよ。出れないけど大丈夫、釣り名人。これなら仲間にバレず釣りに没頭できんな。なあ、どうだよドズル、お前本気で釣りをやってる気はねえか。俺はなんだかよくわかんねえが無性にお前のことが気に入ったぜ。お前が何と言おうとお前は、今日から俺の釣り友達だぜ。釣りストーリー始まった。さあ、釣り竿の作り方を教えてやる。バンバン魚を釣って偉大な釣り人になれよ。 OK、 釣り竿をゲット。さあ、釣り竿をじゃあ作ってみましょうか。こいつの横で釣ったらさぞかし釣れるんだろうな。これか。お、作れる作れる。ノリンから依頼された釣り竿がゲットできました。これどうやって使うの。釣りをする。おお、釣りだ釣りだ。釣り名人、え、これどうすんの。釣り上げる。あ、せっかくの獲物を逃してしまった。え、何これ、なんかあんのかな。あ、来た来た来た。オッケーオッケー、イワシだ。さっきなんかイワシ欲しがってたやついたな。イワシの炭焼き。なるほど、これちゃんと見とかないといけないですね。こうやって見とって、チョンチョン。お、来た、ラッキー。イワシがいっぱい釣れますね。イワシしか釣れねえよ名人。イワシでいいの。イワシって結構安い魚な気するけど。イワシゲット。イワシしか釣れねえじゃん名人。名人、マグロとかさ、なんか巨大魚みたいな。イワシしか釣れませんね本当に。面白い具合イワシしか釣れない。ポイントがあるのかな、もしかしたら。あ、な、ポイントありそうだね。ここではこれが釣れるみたいなありそうですね。とりあえずじゃあイワシをゲットして、もしかしたらこの世界の魚はイワシしかないのかもしれないしね、もしかすると。まあ分かんねえわそれは。とりあえずじゃあマヒの森、あそこなんか明らかになんかありそう。うわー、いっぱい、あ、赤ドラキいる、赤ドラキいる。そして強い。ちょっと武器欲しいな本当に。そろそろ、あー、ファイアボール、初めての種ゲット。何これ、芝生、芝生の種って書いてた。あ、段差で戦うのめんどくさいんだよ。 OK、 なんか種もゲットしたし、ここどうやっていくかだよな。あ、わかった、コンボでこういけば。あ、なるほどね、ハンマーじゃなくてここはコンボでこう切っていくわけね。わかったわかっただよね。いちいち食らってたらもうしゃべんないもんね、しびれすぎて。 OK、 たどり着いたぜ。体が動かないって言ってる。え、人間じゃねえじゃん。離す、ビリビリする、体がビリビリ動けない、誰か助けて。え、これなんだ、これはなんとか丸だな。確かさっきこの前病人が欲しがってた。あ、この家いいな、すごいおしゃれ。おしゃれって拝借しちゃってるけど、すごいおしゃれ。あ、でもここは、あ、やばい、ここ寝させてくれないかな、ちょっとやばいかな。
ちょ、ごめん、すごいおしゃれな家を壊して申し訳ないんだけど、私の家にします。私の家に、え、これまだダメかな。あ、ここか。あれ、あ、そっか、扉がないからか。扉を作らないと。ここに扉を置けば多分家になる。扉とか持ってたっけな。持ち物、いらないものは直して、釣り竿を持ってこう。扉はないから作りましょう。よいしょ。扉を作ったら多分家ができるはず。あー、わらの扉ない。マジか、しっかりした草がない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。家をここに作って、私はここに寝るつもりだったんだけど失敗しちゃいました。どうしようかな、これ困ったな。すごいおしゃれな家に寝てみたかったんだけど、ちょっと夜になってきましたね。どうしますかね、これは。あーいって、危な、危ない、今落ちるとこだった。うわー、これ一晩上にいさせてもらおうか。ちょっと怖いな。うわ、怖い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 。ホラーゲームになった、いきなり、いきなりホラーゲームになった。ちょっとこいつの家で一晩寝かせてもらおうか。うわー、何も見えねえわ。ちょっと麻痺の森を夜中探検してみようか。強いモンスター現れるかな。あ、でもそんな何も襲ってこない、襲っては来ない。待ってよ、私が作ったと、あ、あそこにある。あ、開いて、あ、なんか新しい植物。あ、やばい、ゴワゴワした草。お、しっかりした布をゲット、あ、ゲットっていうか研究。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。やばいやばい、後ろから幽霊来る。あー、来た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 。やばいやばい、痛い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 。薬草、よしよしよし。あ、木づち、やばい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 、おやばい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 、おー、やばい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 、なにこれなにこれなにこれ、やばいやばい、よいしょ。あー、届かない届かない。よし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 、登れ登れ、ロッククライミング、俺はロッククライマーだ。よしよしよし、あれ、ここじゃない、あっちだ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 った、あっちだった。フェイクフェイクフェイク、せっかくここにね作ったからね。よし、寝る。あー、危なかった。いやー、危なかった今のは本当に。いや、幽霊に追われまくってましたね。ホラーゲームになってました。いきなりホラーゲーム。よし、オッケー。さあさあさあ、なんとか丸が欲しいって言ってたな、あいつ。あるのかな、ここら辺に。なんとか丸、落ちていって、よいしょ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 。どうしようかな、あれをまだ持ってないんで。いた、いた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 。ちょっとこの武器じゃやっつけれないな。コンボじゃさすがに歯が立たない。ここの塔以外になんか目的地あるのかな。あ、あるね、目的地まだ先じゃん。オッケーオッケー、理解した。さあさあさあ、おお、ラフレシアみたいな花が、あれはなんだ、ラフレシアだ。まんまかい、まんまかい。おお、なんかある。あれ、あれも違うな、目的地じゃない。なんだろう、何が隠されているといいんだ。さあさあさあ、この花がすごいめんどくさいですね。さすが麻痺の森と言われるだけあって。え、何ここ、どういうこと。あー、びっくりした、何もないかと思った。フェイクかと思った。いや、やられちゃったよ。注意してたはずなのにキャタピラーの巣に近づいちゃって、そのままチクリと刺されて、あとはもうビビビビって感じだよ。あいたたたた、回復するまではいい家に引きこもっていた方がいいよね。あいたたたた、あ、こいつもなんか麻痺薬が欲しいんですね。いや、いい家住んでんなこいつら。ほんと視界を確保してここら辺を配色していこう。よしよし、あ、二人住んでる、二人住んでる。せっかくバリケードを作っちゃったのに壊しちまいやって。キャタピラが入ってきたらどうしてくれるんだよって言ってるけど、
で、この住人さんに当たらないようにあのキャビネット拝借していこう。このバリケードいいな。よし行こう。キャタピラ泳いでる。あいつら泳げるんだ。さあ目的地はこっちかな。こっちっぽいな。よし、踏まないように踏まないように。さっきの巨大ドロルみたいなやつが出てくるのかな。キャタピラのでかいバー、あ、いかにもいかにもな場所発見いかにもな場所発見した。いかにもな場所発見したよ。ここじゃないの。あ、いて、巣を壊さないとって言ってる。なんだお前、邪魔するな。そこどけ。この先にあるキャタピラの巣は私が破壊するのだ。体さえ動けばキャタピラなのに負けるものか。こいつらとキャタピラなんか悪いんだな。なんとかキャタピラの巣を壊してみんなを助けないと。このままじゃリリパッドは全滅。あ、リリパッドっていうのはこいつらの里なんだ。なるほど。こいつがリリパッドなのか。わかった、理解した。ちょっと待ってよ。私が懸念しているのは戦いの途中にね、武器が壊れそうだから、ちょっと武器作っとこう。今のところ大木槌が攻撃力8でマックスなんで、こいつを作っておきますね。素材が足りない。 OKOK で装備していきましょう。さあキャタピラ出てこい。あれ、え、どういうことどういうこと、全然ちっちゃいじゃん。あれあれあれ、どういうことどういうこと、全然全然わけがわかんない。全然わけがわかんない。え、これが続くのかな。ん、ちょっと待って、モグラ叩きが続いてるの、どういうことだろう。全然理解ができない。ん、あ、このマキノスを壊せばいいんだ。これ、あ、わかったわかった、これを壊すんだ。オッケー、壊した。あとこことここも壊せばいいってこと。あれ出てこなくなったな。一つ壊すと出てこなくなるのか。あ、出てきた時間差で、おお、元気現れた。こいつか、でかいやつ。あ、いた。よし、倒すで。おお、やべやべやべ、何今のローリングストーン、やべやべ。よし、もう食らわねえぞ。攻撃パターンさえ読めれば。よいしょ。あ、動かねえ動かねえ。あ、いて、いて、いて、今の何、今の今の、あー、いて、しびれる。あれ、今回転しようとしたのにやめたな、こいつ。さあ来い。あ、逃げてる逃げてる。ほらほら、なんか鈍いな。あー、やばいやばい、そう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 鈍いなこいつ、鈍いぜ。あー、いて、いて。よし、おいしょ。あー、しびれた。しびれ状態だとあれだな、溜めててもしびれるから結構ため攻撃が効かなくなる。いて、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 しびれる。これ攻撃しようとすると、あー、やばい、危ない、あー、危ない、危ないっていうか今ギリギリだった。これ麻痺あれですね。 OKOK、 一回食らっちゃうとねずっと麻痺状態になるから。 OK、 これで元凶をやっつけたのか。さあミッションはほとんどクリアしたかな。釣り名人の釣りも OK だし、己人間、邪魔をするとジャルダをするなんて言ったはずだぞ。私たちを出し抜いたつもりなんだろう、人間のくせに調子に乗るよって。私は人間なんだという顔色の悪い生物は大嫌いなるほどねなるほどね。はい、リーパットの全てが人間に好意を持っているなどと思わんことだ。さあ、あっちへ行け。もう私たちに構わないでくれ。オッケーオッケー。じゃあ戻りましょうかね。もうやることないよね。オッケー、何もなさそうだから、このね、こいつらにね、あれを届けたいな。なんか麻痺薬をね。とりあえずキメラの翼を使って戻ります。はい。さあ、元凶をやっつけることができました。ミッション報告してこよう。まずはこいつ行くか。
お、ドズル、釣り竿を作ってくれたみたいだな。ははは、そいつはご苦労さん。よかったな。これで魚を釣れるじゃねえか。お前が作れって言ったのになんかすごい乗り気じゃねえよな。ん？どうしてそんなにテンションが低いのかって？元老王のじいさんに聞いたんだ。お前は特別なビルダーだから平気だけど、俺らみたいな普通の人間が長い時間街から当てたら、また病気になるかもしれねえって。うおー、やってられねえ。釣りでリフレッシュしたかったのによ。ううう、その釣り竿はお前が使ってくれ。かわいそうに。ノリン、かわいそう。俺の分まで釣りを楽しみな、泣いてる。かわいそうですね。街の中で釣りを、あ、釣りをしてみよう。釣り竿を水辺で使えば。魚はもちろんいろんなものが釣れるぞって言ってる。ここで釣れるかな。さすがに釣れないか、ここだ。釣れない。オッケー。拠点を狙うモンスター。どこにいるんだろう、拠点を狙うモンスター。まあいいや。とりあえず元老おじいさんに話しかけてみよう。おう、ドズル、麻痺の、病の感染源を見つけてくれたのじゃな。ぬぬ、なんと、麻痺の、病の感染源がキャタピラーの巣であったと。そらそうだろ。うむ、病の元があのキャタピラーであるということは。うむうむ、うむうむ、うむ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 、次、うむじゃないやつ来そうだな。うぬ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 、やっぱりな、なんかパターンは読めてきたぞ。ここの構造がこうなって、ああなって、そうなって。この前となんか似てるな。毒なやつと。うむ、病の構造が分かったぞ。これで麻痺の、薬ができる。製法を教えよう。こいつやっぱ天才だな、元老は。ん？なんじゃと？さっきのお菓子の動きはなんだじゃと？ああ、あれは、雰囲気じゃ。雰囲気だしじゃ。どうする？余計なツッコミを入れるでない。すいません。よし、命の興味ゲット。あ、これだな、満月丸。これをね、さっきのリリパッドたち持っていってあげる。お、満月リング。なんだ、麻痺を無効にするリング。これも金がいるのかな。あ、液体銀がいる。なんかすごい。これは銀遊魚。どこで取れるんだろう、銀遊魚って。銀遊魚がどこで取れるかわかんない。とりあえず、イワシをこの前釣ってきたんで、イワシと満月丸、これを患者さんに与えようかな。ああ、街が壊すの嫌だな。ちょっと早めに城壁作りましょうか。あ、間違えた。よいしょ。ちょっと早めに城壁作ってあげないと、ここからモンスター入ってくるのすごい嫌なんですよね。OK。とりあえずじゃあミッション。おお、ドズル、俺は転んでもただじゃ起きない男だぜ。お前は今釣り竿を手にしている。それでいいことを思いついたのさ。釣り竿があれば魚が釣れる。魚が釣れたら食べられるってことじゃねえか。ドズル、頼む、俺のために魚釣ってきてくれよ。イワシかな。お前なんだよ、そのめんどくさそうな顔のお手本みたいな顔は。俺だって本当は自分で行きたいんだ。でも元老王のじいさんが許してくれねえ。なあ、頼む、釣り竿を使ってイワシね。うひょー、ドズル、イワシを釣ってきてくれたんだな。早いな。さあ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 、その早魚、早いとこ俺にくれよ。あげよう。うひょー、この光沢、このツワ、このツヤ、この輝き。こいつ、釣りはなんかリフレッシュのためにやりたいって言ってたのに、魚目当てじゃないかよ。こいつはすげえぜ。とんでもなくうまそうな魚だな。さてと、今日は一人魚祭りだ。食って食いまくるぜ、ヒャッハ。こいつ面白いな。赤い油ゲット。ということで、イワシはトラ、あ、またなんかこいつ言ってる。はあ、なんだよ、どうするかよ、気安く話しかけてくる。こいつ、現金のやつだな、マジで。こいつ。いや、実はな、魚を釣ってきてもらったのは良かったんだけどよ。俺じゃうまいこと魚を調理できないことに気がついたんだ。たく、最近すっかり忘れてて、俺たちがものづくりの力を失っていたことを。どうする、俺が設計図を書くからさ、魚を調理できる調理部あるよ。あるよ、ここに。な、頼む、こうしてる間にももらった魚の目がどんどん濁っていってんだ。俺のノリンの設計図通りに魚を調理できる調理部屋を作ってくれ。調理部屋か、オッケー。どこに作ろうかな。もう場所ないもんな、本当に。調理部屋どれぐらいの大きさだろう。ちょっと待ってよ。とりあえず、いらないものを直していこう。
イワシがまだいるな。なんか患者さん治すのにイワシがいりそうだから、イワシをまた釣るのと、あと銀乳魚っていう謎の魚を探しに行かないといけないな。ちょっと待ってよ、これか。イワシと石炭もいる。あ、結構あのイワシの炭焼き作るの大変ですね。石炭とイワシをゲットするのと、あとは何だったっけ、今何をしようとしたんだっけ、忘れちまった。あ、そうそう、ノリンの設計図。ノリンの設計図はどれだ、これか。ノリンの設計図どれぐらいの大きさだろう。あ、結構ちっちゃく見えつつ結構でかい。なるほど、ちょっと病室もでかいしな。どうしようかな、ここにじゃあ作り直しますか。せっかくもう作っちゃってるんですけど、ここにじゃあもう一個、あ、ぴったりじゃない、もしかしたらぴったりかもしれない。とりあえずじゃあここに必要な場所がありますね。あ、そっか、壊さないといけないのか、めんどくさいな。どうしようかな、でも場所的にはぴったりなんだよな。外に作ったら外に作ったで村としてあの認識されなくて、ここに作るのもちょっと、あ、寝よう、やばい、ベッド争いだ。どうしようかな。またじゃあ調理室は、今日の宿題として、作っていきたいと思います。どこに置くかね、ちょっと悩みどころですね。はい、ということで、今日はこんな感じで、終わりたいなと思います。また明日もですね、ビルダーズやっていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。ということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。